どうも、大将でございます。ということで今日も動画撮っていきたいと思います。今日は、企業アイディア編のですね動画をちょっと撮っていきたいなというふうに思うんですけども、やっぱり起業していきたいなって思われてる方とかで、どういうふうにしてアイディアを出していけばいいかわからないみたいな感じでね、考えられてる方が結構多いみたいなので、今日もちょっとその辺のアドバイスというか、おこがましいんですけどね、何かしらちょっとお話ができればなというふうに思ってますので、ぜひ、最後までご覧いただければ幸いでございます。はい、ということでちょっとやっていこうかなと思うんですけど、まずお前そもそも誰やねんって思われる方もいらっしゃると思うので、軽くね自己紹介させていただきたいなと思うんですけど、大将という名前で活動させていただいております。今ですね会社経営してまして、株式会社ソルっていう会社経営してて、オンラインスクール全部で7校運営してます。でアパレルブランドを3つねやってて、あと大阪でパーソナルジムを2店舗、ちなみにパーソナルジムはもう全国展開ね今もうしようと思って、めちゃくちゃ今日もミーティングしてたんですけど、めちゃくちゃもう見えてきたので、もうこの辺りとかめっちゃ喋りたいですけど、はい、まあまあいいや、はい、っていう感じで、一応3つの事業やってます。で、過去にも結構いろいろ事業やってるんですけど、まあ、詳しいね、自己紹介とかは、一応概要欄の方に、僕の経歴と実績みたいな感じで自己紹介のね、一応ページ作りましたんで、それで見ていただけるといいんじゃないかなと思いますので、また興味関心がある方は見ておいてください。で、あともう一個ね、公式 LINE ね、概要欄に一応載してるんですけど、公式 LINE の方でですね、それこそ勉強会やったりとかもしてるので、公式 LINE の方でも見といていただきたいんですけど、もともと僕ね、焼き鳥屋さんで働いたところから、12年間、1日15時間勤務40連勤とか、の超ブラックな環境でですね、働いてまして、でまあもうマックス働いてたんですけど、もうそれ以上勤務時間どう考えても増やせへんやるぐらいの、1日睡眠時間3時間とか、まあ店で寝るの当たり前とかね、毎日二日酔いの状態で仕事するとかっていうようなことをずっとやった人生やったんですけど、まあそのタイミングで子供がちょっと病気で生まれたことをきっかけに、どう考えてもお金も足らんし、働く時間も増やせへんし、どうしたらいいんだみたいなところで初めてなんか副業みたいなものをね、こう考えるきっかけがありまして、でそこからまあちょうど10年前ですかね、27歳の時なんで、ちょっとこうビジネスのこととかをこうかじり出して、今10年経って、まあ、転職やったりとか、まあ、起業失敗したりとか、ちゃんと起業ねやって事業作ったりとかして、今やっとようやっと形になって、まあ、再現性出せてですね、年商で言ったら 2.2 億ぐらいですね、オンラインスクールとかで言うと1000人ぐらいの方に在籍していただいてるですね、オンラインスクールの事業を作れるようになったみたいな、まあ、そんな感じで軽く、僕の自己紹介になるかな。で、まあ、このチャンネルそもそもなんでやってるのかっていうとですね、とにかくこれからの時代ですね、面白く生きた人が勝ちだと思うんですよ。で、面白く生きれる人をシンプルに増やしたいっていう気持ちがあるのと、僕はですね、自分自身の価値観の中で自由に生きるっていうのがめっちゃ重要度高いんですよ。で、自由に生きていくためにやっぱりお金も必要だし、それこそ自分自身の健康的な心と体も必要だし、健康的な考え方も必要だしね、あとは生き様としてですね、やっぱ正直に嘘つかずに忖度抜きで生きていくみたいなところもやっぱり重要だなと思ってるんで、まあ、そのあたりをですね、なんかこう誰かに伝えて後世に残していきたいみたいな、そんな偉くもないですし、そんなめちゃくちゃでっかいことやりとけでもないんですけど、まあ過去の自分みたいな方にですね、こんなに人生っておもろくなんねんぞとか、こんなに人生って最高やねんぞとか、とにかく伝えたいっていう気持ちがですね、溢れ出まくってまして、こうやって YouTube とかで情報を発信させていただいてる感じです。他にもまあインスタやったりとか、X やったりとか、TikTok やったりとかね、いろんなところでこう情報発信させていただいてるんですけど、まあその一つとしてこう YouTube チャンネルやらせていただいてますので、ぜひね、興味関心がある方は見ていただいて、僕らの忖度抜きで自分がやってることとかをこう包み隠さずにお話しするのはお約束しますので、ぜひですね、やっていただけるといいんじゃないかという感じで、やらせていただきたいと思います。ということで、やっていこうかなと思うんですけど、まあ僕の強みで言うとですね、マジで勉強もできなければ、マジで才能もなければ、マジでセンスもなければ、本当に何もできなかったところからですね、なぜこうやってうまくいったかっていうと、もう一つなんですよ。勉強したから。以上。勉強して、実践して、乗り越えた。これだけ。たまたまうまくいきましたじゃないです。狙ってうまくいかしました。はい、もちろん、勉強して、スンみたいな感じですよ。勉強して、ゴニャ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 壁にぶつかって、たまに落ちて、上が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 ってなんですけど、諦めずにずっと勉強とですね、あとは改善とを繰り返してですね、実践とを繰り返した結果、やっぱり中長期で見たらずっと右肩上がりに上がってるみたいなところがあるんですよ。だから、才能もセンスもないです。ただ勉強して、知識をつけて、コツコツ積み上げていった結果が今って感じ。だから、誰でもやりゃできるんですよ。これほんまに。すごい人でしょ。違うと。僕は、凡人中の凡人で、何もできなかったから、ほんまにコツコツやって、たくさん失敗をして、頭悪いから、ほんまに意味不明な失敗とかしまくったんですけど、失敗しまくって改善して今になってるので、何をやったらダメかとか、何をやったら再現性出せるかとか、めっちゃ喋れる。だからその、このチャンネルとかでですね、まあそういう言い方悪いですけど、凡人というか自分にセンスとか才能はない方にですね、もうとにかくお届けしたい。で、僕の経験とか僕の知識とか僕の知見とか僕のね、今までやってきたことを聞けることによって、圧倒的に時短できるんで、僕がここまで7年かけてやってきたことが、2年とか1年とかでできるようになるから、これをね、ぜひお伝えしたいっていうふうな気持ちを持ってやってるようなイメージだと思ってください。で、今日のテーマは、企業アイデア。
ていうところなのでお話をさせていただこうかなと思うんですけど、まあ、企業アイディア系の動画とかもね多分いっぱいあると思うんですよ。で僕本に書かれてるようなこと言いません、はい、もう全部自分の経験の中で今現在 Now で僕がやっていることしか言わないので、なんか全部自分の実例とかお話しながらね、言っていこうと思うんですけど、一応ポイント4つあると思ってるんで、まあね参考になる方ぜひ参考にしていただいて企業アイディアとしてね出していただければいいんじゃないかなと思ってます。他にも企業アイディアの出し方っていっぱいちなみにあるんですよ。なんですけど今日は一応4ポイントですね、いこうかなというふうに思ってます。はい、じゃあ順番にいこうかなと思います。まず1つ目、自分が今まで人生の中でですねお金使ってきたこととか時間使ってきたことっていうのはこれはビジネスに全然なる、企業のアイデアとしては使えるなというふうに思いますね。時間というより特にお金かな。でこれなんでかっていうと、要はお金って価値なんで、自分が今まで自発的にお金を使ってきてるものっていうのは自分自身が価値があるって認めてるものなんです。だから例えば僕とかやったら昔お酒にめっちゃお金使ったんですよね。なんでお酒にお金使ってたかっていうと別に二日酔いになるのが好きなわけじゃないんですよ。でも今考えるとなんかこう新しい味と出会うのが楽しかったりとか、あとはその飲み会の場が好きだったりとか、あとはみんなの前でこのお酒めっちゃうまい出てどうやってできるのが楽しかったりとかみたいな、こんなおしゃれなお酒お前知ってるみたいな感じのことすんの好きやったりとか、お客様との会話であのお酒めっちゃ美味しいんで一回飲んでみてくださいよ、えそうなんとか言われるのが好きやったりとかみたいな感じで、お酒を飲みに行くことにはすごくお金をねかけてました。例えばお酒で事業を作っていくのは全然できそうだなって僕の中で思ったりします。まあそれは価値の設計の仕方とか次第なんですけど、で例えば今とかやったら健康にめっちゃお金かけてるんですね。だ健康とかに関してはビジネスにできるなと思ったりとか、あとは、まあ、ダイエットとかにお金かけてたりとか、あとは事業構築とかね自己成長とかにお金かけたりするんで、そういうのはビジネスとして自分自身が価値を感じてるところなので作っていけるよねみたいなのはあるから、自分がお金を使ってきたものであったりとか今現在 Now でお金を使っていることっていうのは自分が価値があるって認めてるところなので、ここは一つビジネスになっていくのね、アイデアとして書き出してもらえるとね、なんか面白い発見とかがあるんじゃないかなって思うのでぜひ参考にしてください。というのが一つ目でございます。で次、2つ目、悩んでいたこと、もしくは今現在進行形でむちゃくちゃ悩んでること、このあたりはビジネスになる。でこれね軽い願望っていうよりめちゃくちゃっていうのがすごい大事かもしれない。要はお金払ってでも解決したいって思うような悩みとかがもしあったりとか、お金払ってでも解決したいっていう悩みが昔にあってそれを自分自身で乗り越えて解決したりとかすると、ここはめちゃくちゃビジネスになる。なぜかっていうとビジネスとは基本的にはお客さんの問題解決してあげることだからですね。問題解決する代わりに対価としてお金くださいねっていうのがビジネスだったりするから、めっちゃ問題自分自身で抱えてめっちゃ悩んでたりとかめっちゃ何かしらね困ってたりとかっていうところで、お金払ってでも今すぐにでも解決したいみたいなこととかがもしも過去にあった、もしくは今現在進行形であるのであれば、それはビジネスになる。例えば僕とかやったら昔焼き鳥屋でめっちゃ死ぬほど働いてた時に子供病気になったんですよ。でもそのタイミングってどうしようもなかったの、マジで。これ以上どうしたらいい、お手上げみたいな、子供死ぬかもしれへんし働く時間もこれ以上増やされへんし、もうどうしたらいい、もうほんまに意味わからんみたいな状態だったんですよ。だその時とかって強烈な悩みなんで、多分100万円払ったらその問題全部解決してあげるよって言われたら100万円払ってるはずなんです。なんとかしかけ集め、それでね僕ねちなみにクレジットカード切りまくってズルズル行ったんですけど、まあでもそういう強烈な悩みっていうのは問題解決につながるよねとか、でその後もそうですね、副業とかやりたいと思ったけど、いや結局何からやったらいいのって分かんなかったんですよ。マジでお金自分で稼ぐってどうしたらいいのってマジで分からなかったんですよ。でそこからまあたくさんですね勉強したりとかしたんですけど、その勉強時間を短縮して1年でできるようにしますとかって言われたらもう絶対お金払って買うとかね。だから今まあ自己投資僕しまくってるんですけど、そういうことですよね。要は時短もそうですし、例えば健康とかもそうですね、お金払ってでも買いたいですもはや。でも無理なんでコツコツ言ってますけど、そう健康のこともお金払ってねやりたいと思うタイミングが僕もあったから、強烈に悩んだ経験があるとはビジネスになる。だからめちゃくちゃ悩んでたこととか今現在進行形で悩んでることがもしあるのであれば、それもビジネスのヒントになるよっていうのが2つ目で、覚えておいていただけるといいんじゃないかなってところですね。で次3つ目、これが何かっていうと強い憧れがある。だから悩んでるっていうよりは強烈な願望。だから例えばバキバキの体慣れたらいいなーって僕も思ってるんですよ。かっこいいなー、慣れたらいいなー、慣れたらいいなぐらいなんで、悩みの解決とかよりはちょっとビジネスの難易度は上がるかなと思うんですけど、でもそれでもやっぱりですね憧れっていうのはすごく一つ大きなビジネスモデルだったりするので、何かしらみんなが憧れているところにお導きしますよっていうのはビジネスになったりとかはします。だから例えば今100万円稼いでる人にそれを1000万にしてこういう生活に変えてみませんかとかですね、ビジネスやって別に困ってないんだけど僕みたいに好きな時に好きな場所で働くってどうでしょうかっていう提案してですね、オンラインを使った事業構築していきませんかっていうとですね、いやそういうのちょっと一回やってみたかったのでっていう方が来てくださったりとかっていうところがあるので、この願望憧れっていうところにつながるところっていうのを見つけていくっていうのはビジネスモデルとしてはなるかなっていうところが3つ目でございます。
で、最後、四つ目。ここでちょっと、見方とか考え方とか気をつけないといけないんですけど、まあ、シンプルに人に喜んでもらえることを探すみたいな感じですかね。ここ考えていくときに僕、四つのステップが必要だと思っていて、まず求められること、そしてお金になること、できること、やりたいこと。この順番だと思うんですよ。もう一回言いますね。まずは、求められることというのが一つ目大事ですね。自分自身がこんなことを提供したいと思ってても、求めてくれなかったら意味ないわけなんで、求められること、かつ、お金になることっていうので、求めてくれるんだけど、お金くださいって言ったら、あ、お金とか払わないといけないんだったらいいですわ、言われるようなところだったら戦えないので、求められて、かつお金になるっていうのがすごい大事。だから、すでにビジネスモデルとして成立してるかどうかっていうのをリサーチした方がいいんですけど、まあ、ちょっと難しいんで、端折りますね。求められるお金になるから、自分ができることですね。再現性高く、ここは自分自身できるなと思うこととか、あとは自分自身がこれから先にやっていきたいなと、この時間をちゃんと自分が使ってやっていきたいなと思う、この求められるお金になる、できる、やりたいという、この流れをね、ちゃんと作っていくというのはめっちゃ大事なんですけど、まあ、その上でも人様に喜んでもらえることっていうのは一つやっぱビジネスモデルになったりするので、なんか自分がシンプルにこうやってる中でですね、周りの人がですね、めっちゃ嬉しい、ありがとうございますとか言われることとかは結構ビジネスになったりする。だから僕とかはちなみに人の得意なこととか人の強みとかを見出すのが結構得意だったりするんですよ。で、人の思考の中のこう整理整頓をね、してあげたりとかするのが得意なんです。なんでかさ、まあ自分自身が日常の中で言語化したりとか整理したりとかめっちゃしてるんで、あの人の話を聞いて、あなたこういうとこ得意ですよね、ここってこう繋がってますよねとか設計図書いてあげるのが結構得意なんですけど、だからそういうのをやったらですね、めっちゃ感動してもらえるんですよ。今までビジネスとかやった上で、こんなにやること明確になったことないです。今日もちなみに面談でね、さっき言われたんですけど、とかっていうことを言われるところっていうのは、要はビジネスになる可能性があるんですね。それをやるために、例えば2時間で5万円でどうですかっていう提案ができたりするっていうのがあるので、まあ、そういう感じのイメージ。じゃあこの4つね、覚えておいていただけるといいかなと。お金使ってきたこと、悩んでいたこと、悩んでること、で、あと強い憧れがあるもので、あとはシンプルに喜んでいただけるもの、この4つでビジネスアイデアとかですね、出していただけると何かしビジネスのヒントが見つかるんじゃないかなと思ってますので、はい、ぜひですね、やっていただけるといいんじゃないかというふうに思っております。はい、ということで今日こんな感じで以上にしたいと思います。まあ、またなんか質問相談とか聞きたいこととかですね、こんな動画撮ってほしいとか、まあ、全部答えれるかどうか分かんないですけど、あればコメント欄の方にコメントとかつけていただいてもいいですし、あと今日の動画見てですね、勉強になったな、学びがあったなという方はぜひコメント欄の方でですね、アウトプットなんかも、していただいてもいいんじゃないかなというふうに思ってますので、ぜひですね、やってみてください。はい、ということで今日この感じで以上にさせていただきたいと思います。最後にちょっとだけ宣伝させてください。概要欄の方にですね、大将のここだけの話っていう公式 LINE の方を載せさせていただいております。で、その公式 LINE の方ではですね、僕の勉強会の動画が見れるようにもなってますし、かつ僕が勉強会とか開催するときにですね、優先的にご案内を流させたりとか、させていただいたりしてますので、興味関心ある方ね、ぜひ登録してみてください。特に今登録すると、初めてのビジネス構築講座っていうですね、まあ、ビジネス作っていく上で何をしていけばいいのかっていうのをめちゃくちゃわかりやすく言語化した講座が無料で、学べる形になっております。僕はもう絶対自分でお金稼げるようになった方がいいと思ってますし、かつ僕がおすすめするのはやっぱりオンライン使っていった方がいいなと思ってます。自由度の高いビジネスですね、時間とか場所とかに束縛されない人生にしていきたいのであれば、やっぱオンラインでね、めっちゃいいです。自動化したりとかできるビジネスを動画使って、はい、だからめちゃくちゃおすすめなので、そういうビジネスの作り方とかも教えさせていただいてますので、ぜひ興味関心がある概要欄の方の大将のここだけの話登録しておいてください。はい、ということで今日はこんな感じで以上にしたいと思います。今日も最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。